位と不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。聖パウロがテサロニケにいる信徒たちに宛てた手紙の中に「いつも喜んでいなさい」「絶えず祈りなさい」「どんなことにも感謝しなさい」「これこそ神があなた方に望んでいらっしゃることなのです」と言っております。クリスチャンであるとないとにかかわらず、私たちの生活の中に喜びと祈りと感謝がいつもあるということは、私自身のためにも、そして私の周囲の方たちのためにもとてもいいことだと思います。で、今日はいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさいに続いて、どんなことにも感謝しなさいということについてちょっと考えてみたいと思います。私たちの生活の中には悩み、辛いこと、嫌なこと、悲しいことたくさんあって、神様ありがとうございますとすぐに言えないことがあります。例えば大切な方の死、病気、怪我、そして私たち自身の病気、怪我、それら人災または天災というものもあると思いますけれども、そういう苦しみ、悩みを考えるときに3つのことを私は忘れたくないと思ってます。一つは、キリスト教は愛に増します良い神様に信頼して自分自身を正して生きること、決してご利益宗教でないということです。二つ目は、この世の中に神様以外みんな不完全だということ、だから天災が起きるのは当たり前ですし、また人が居眠り運転をしたり、いろいろな思いを抱いてお互い同士を傷つけ合う、それも当たり前のこととして考えなければいけない、つまり神様のせいにしてはいけないということです。そして3つ目は、神様は私たちの力に余る試練を決してお与えにならない、試練にはそれに耐えるだけの恵みを添えてください。そして神様は悪と考えられるものからさえも善をお引き出しになることができるという、この3つのことを忘れたくないと思います。キリスト教では、人間は神の似姿として作られたと教えております。目に見えない神様の似姿とはどういうことかというと、他の動物にお与えにならなかった理性と自由意志、考える力と選ぶ力、つまり自由を人間にくださった、一人格としての人間というものを考えてくださったということです。この他の動物が持っていない人間の自由について、ビクター・フランクルという人が書いています。この人はオーストリアの精神科の医師でございました。ユダヤ系であったために、第二次世界大戦でナチスに捕らえられて、アウシュビッツ、ダハウの収容所に収容されて、九死に一生を得て終戦を迎えた人です。で終戦後自分の収容所の生活を夜と霧、死と愛といった本にまとめて出していて、人間を収容所の中で生かしたのは権力でもなければ快楽でもなかった、人間を生かすのは意味であるという観点から、ロゴセラピーと呼ばれるセラピーを生み出した人です。フランクルが書いておりますのは、収容所の中ではありとあらゆる自由をナチスは奪った。寝る自由、話す自由、歩く自由、そして生きる自由さえも奪った。しかしながらナチスが奪うことができなかった自由、それが人間の自由であったということです。そして人間の自由というのは諸条件からの自由ではなくて、それら諸条件に対して自分の在り方を決める自由であると書いております。つまり死から自由になることはできない。しかし死というものに対して自分はどう向き合っていくか、その自由をナチスは奪うことはできなかったということです。考えてみると、2000年前実はイエス様が私たちにこの人間の自由というものを十字架の上で教えてくださいました。ユダヤ人に捕らえられ、ローマ人、その兵士たちのむち打ち、あざけり、それに耐え、いばらの冠をかぶせられ、衣服を剥ぎ取られ、すべての自由を失われたイエス様がご自分の在り方をはっきりと決める自由をお失いにならなかったと思います。ローマの兵士たちが、またはユダヤの群衆たちが、十字架から降りてこい、そしたらお前が神の子だと信じてやると言ったのにもかかわらず、イエス様は十字架からお降りになりませんでした。多分イエス様を十字架につけていたのは釘ではなくて、私たちへの愛だったと思います。そして人類の犯した罪を償うため、私たちを愛し、御父の御胸を行うために十字架から降りない自由をお使いになりました。十字架の上で自分を十字架につけた人たちを許す自由をお使いになったと思います。イエス様の十字架の上での7つの言葉が知られておりますけれども、その一番最初に言われた言葉は、御父に向かってこの人たちは自分のしていることが分かってないんです、だからどうぞ許してやってくださいという許しがたい人たちを許す自由の御言葉だったと言ってもいいかと思います。アダムが楽園の中のどの木の実を取って食べてもいい、でも知恵の木の実、一説にはリンゴと言われておりますけれども、その木の実だけは取って食べてはいけないと言われたのに、それに逆らって実を食べました。そして罪がこの世に入り、私たちもその罪の結果としての現在を追っております。でイエス様は木によって犯された罪を十字架という木によって償ってくださいました。岡山に玉島というところがございます。でそこで牧師様をしてらした方に河野進という方がおいでになって、その方がある日私に一つの詩を作って色紙に書いてくださいました。天の父様、どんな不幸を吸っても吐く息は感謝でありますように、すべては恵みの呼吸ですから。私はこの詩をいただいて40年間できるだけこの詩に忠実に生きようとしました。すべては恵みの呼吸ですからというのは、どんなことにも感謝しなさいということだと思います。感謝することができる理由だと言ってもいいかもしれません。学生たちにもこの詩を教えましたし、今も大学の正面玄関にこの詩がかけられています。なぜというと、学生たちは大学を卒業すると嫌が応でも不幸というばい菌がうごめいている社会に出ていって、それを吸わなければ生きていけません。でそれを吸った時にすぐに人に吐きかけないこと、または増幅してより大きな不幸にして人に吐きかけないこと、それをじっと心の中に収めて、そして人間の自由を使ってほしいという私の願いでございます。天の父様、どんな不幸を吸っても吐く息は感謝でありますように、すべては恵みの呼吸です